総務省としても再生、振り替えと、クレーサーの償還が今後も順調に行われることを確認しつつ、どのような支援が可能であるか、しっかりと検討していきます。まあ、いずれにしましても、夕張市の財政の再生と地域の再生の両立に向け、総務省としても最大限の努力は惜しみません。